信長の挑戦に義元が応じた。尾張南部の今川領に圧力を加える織田信長に対して今川義元は大兵力を率いて精進、信長との決戦に勝利し、織田家を完全に屈服させ尾張を制圧しようとしていた。人間50年下天の内を比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび賞を得て滅せぬもののあるべきか。しろ、かかれ。なぜ信長の部隊が義元の本陣にたどり着いたのか、なぜ今川の大軍は信長の奇襲を許したのか、今なおこの点に関しては明確になっていない。ただ一つ明らかなことがあるとすれば、信長の決断と行動が生んだこの桶狭間の戦いが歴史を大きく変える一戦になるということである。屈強の霊気が震えた。銃撃が先か時の声が先か、静寂に包まれていた本能寺は突如として兵士たちがおめき合う戦場と化した。この謀反、何者の企てか。丈助が別心か。いえ、どうやら明智の手の者と見受けられます。明智、弓を持て。女どもを逃がせ。弥助は明覚寺に行け。殿は、殿はいかがなさるので。是非に及ばず。人間50年、やはり我が野望には足りぬか。戦国の革命児織田信長、その命は破行とともに本能寺の豪華に消えた。天下不武は夢幻のごとく消え、乱世の炎が今再び燃え上がろうとしていた。天文11年7月、信濃の国諏訪郡に侵攻した武田晴信は、妹婿である領主諏訪頼重を自刃させると、その娘を自らの側室に迎えることで武田家による諏訪支配を強固なものにしようとしていた。後世はその娘を諏訪姫と呼ぶ。晴信は山本勘助に命じ、諏訪姫を甲府へと呼び寄せた。姫、表をお上げくだされ。あなた様が晴信様、実の父を追い出し私の父を騙し討ちにしたお方ですね。わしは武田の総領、武田のためなれば鬼にでもなろう。私をここにお迎えいただいたのも武田のためにございますか。いかにも、姫を甲府に召し置くは武田のため、諏訪のためにござる。さようなことであれば、このお話はお断りさせていただきとう存じます。
それは何故か、訳をお聞かせ願えますかな。私は私の心に従うまでにございます。私の心も春信様の心もなきこのお話、お受けするわけには参りませぬ。心か。父を追い妹婿を討った。これより先もわしが歩むは修羅の道となろう。心のままに生きるなど叶うわけもなければ決して許されることでもあるまい。さればこの心はそなたに預けよう。そなたの心とともにせめて美しくあればよい。後に諏訪姫は春信の側室となり、四男武田四郎を産む。四郎は諏訪家を継ぎ、勘助の狙い通り武田家の諏訪における支配力は強化された。春信と諏訪姫、二人の美しい心の結びつきから生まれ、後に勝頼と名乗る四郎の数奇な運命と武田家の残酷な結末を、この時はまだ誰も知らない。いつ果てるともなく続く武田上杉両雄の激戦、その最中、常人には到底見出すことのできない機を軍神の目が捉えた。伝説が駆け出そうとしていた。と、殿、伊豆子へ。時は来た。右の備えが薄い。誰ぞ、加勢を。されど。案ずるな。この戦、必ずや我らが。覚悟。その刃、見事我が首を捕らえておる。立ち、いや間に合わぬ。なれば脇差し、受けきれぬ。うん。必ずや我らが勝つ。